3回戦最後の試合です。赤国吉、白秋元、大型選手同士の対戦になりました。今顔が見えている国吉、九州の代表です。そして今背中が見えている秋元は東北地区の代表。この国吉選手もですね、今大会非常に調子がいいんですけれども、コーチの持田さんに話を聞きましたら、ついこの間イタリア国際大会に、これは全日本の派遣ではなくて、実施参加ということで行ったんですけれども、その大会で大きい中国選手と試合をして非常にいい試合だったらしいんですね、それで随分自信をつけてきているというふうに話してましたね。九州の柳川高校時代から頭角を現しまして、非常にこう期待された選手だったんですが、そうですね、本当に高校時代は超高校級と言われて非常に期待されたんですけれども、その後実業団に入りまして、怪我がちょっと続いたもんですから、でも元々力のある選手ですからね、これから期待したいと思います、国吉選手はこの大会は3年連続4回目の出場です。これまで最高はベスト8ですから、自己タイを目指してこの試合に臨んでいます。一方の秋元選手、この2人 の体型を見ると対照的って言いますか、国吉選手は比較的日本人離れした手足が長くてですね、筋性の取れたというか体つきなんですけれども、秋元選手は典型的な日本人 大型選手の腰が重くてですね、女性でお相撲さんはいないですけれども、お相撲さんでいうと秋之島のような、非常に体の柔らかい腰の重い選手なんですよね。何かこうしぶといというなんか印象のですね、なかなか一本取れない選手と、で寝技が非常に強いんですよね、今は青森県の下山学園の先生でこの大会に出場していますが、私立の五所川原商業から国際武道大学、そして一時期は実業団でも活躍しました、なかなか学校の先生をしていますと自分のですね、練習をする時間というのは取れないと思うんですけど、いいとこ入りましたね。残り2分で国吉有効、小外刈りですね。いえ、秋元が有効ですね。秋元ですね、失礼しました。今背中にが見えている、下になっているのは国吉です。試合時間は残り間もなく1分30秒になるところです。国吉は今日は初戦になります2回戦で北海道の下田選手に内股で一本勝ち。対する秋元選手は1回戦から登場して横関選手に上四方固め、そして2回戦では佐藤選手に袈裟固め、そして2回戦では横関選手鈴木選手に崩れ上四方固めで、2試合とも一本勝ちを収めています。ご覧のように有効ポイント1つリードしています秋元。どうやらこの時間帯は国吉がこう懸命にこう追い上げなきゃいけない時間帯、そうですね、ちょっと国吉選手ですね、この試合は硬いですよね、先ほどまではもう自分から持ってどんどん攻めていくっていう試合だったんですけども、ちょっとこの試合は前半見てしまったかなっていうところありますね。2回戦はとにかく積極的に攻めてこの内股で1本を取ったんですが、残り1分です。試合時間は4分。ベスト8を目指す3回戦最後の試合は今秋元が腕を取ろうということで強引に持っていきます。この寝技がですね、強烈なんですよ。国吉は懸命に相手の足を取ってこらえようというところですが、締めから腕を狙って抑え込みに入りました。得意の抑え込み、やはりこの辺りが、ベテランといいますかね、
試合経験の豊富なところですよね。非常にうまいです。腕を取りながらさらに襟を決めて横四方です。はい、首に手がかかってましたので締め逃げようと思うと締めが入りますからね。もう抑えられるしかしょうがなかったですね。30秒1本です。ベテランの秋元選手、国吉を破りましてベスト8進出です。本勝ち。今日はよく動いていた国吉ですが自己最高のベスト8に進出することはできませんでした。白秋元選手の一本勝ち、内容崩れ上四方固め。